ロックウェル・ヒンメット・ヒンメットはアメリカ航空宇宙局とアメリカ空軍が開発、運用した実験用無人航空機。開発は NASA のエームズ研究センターとドライデン飛行研究センター、ロックウェル社によって共同で行われた。ヒンメットは工事以下における空中機動性の研究を目的とした。 実験機でパイロットの生命維持機構を省き、可能な実験の幅を広げるため、有人機を40%縮小したスケールの無人機として開発された。機体材質の26%は炭素繊維複合材。試験された主な技術はデジタルフライバイワイヤーで、これによって8 g ターンが可能となったほか、旋回半径も F-16 の半分ほどに縮めることができた。 自力での離陸は行わず、母機である NB-52B の右主翼下に喧嘩された状態で上昇し、高度約13,716メートルに達したところで切り離され空中発進する。着陸には引っ込め式のソリを使用。操縦は地上基地に備えられたテレビカメラを有するコックピットから遠隔で行われ、それを J ス機である tf-104g からバックアップする体制が取られていた。ヒンメットの開発計画は1973年に開始され、1975年にはロックウェル社が2機のヒンメットの製造を受注。完成した1号機は1979年7月27日に22分間の初飛行を行った。その後、2機のヒンメットは1983年1月の ラストフライトまでに、計26回の試験飛行を行った。現在、退役したヒンメットはそれぞれ、国立航空宇宙博物館とアームストロング、飛行研究センターに展示されている。ヒンメット計画全体に費やされた予算は1700万ドルだった。ありがとうございます。